山田大橋付近にある、関の様子。秋川は、東京都多摩地域西部を流れる河川。多摩川水系の支流の一つである。幹線流路 37.6km、流域面積169.6平方キロメートルは、多摩川の支流で最も広く、多摩川最大の支流とも言われる。西多摩郡ひば村役場付近の北秋川との合流点より、上流は、 南秋川の別称で呼ばれ、地図にも記載されている。東京都西多摩郡ひばる村の生誕、山梨県との県境にある三島山の山腹にある、都民の森信長の道沿いを流れる三島沢が、源流である。少し下流には三島大滝があり、周囲は、整備されている。ヒバル街道に沿って蛇行しながら、東へ、流れ、数馬集落を抜け、 笹平地区で北に流れを変えひばる村元塾で北、秋川を合わせる。秋留野市を東へ流れ、秋留野市、八王子市、福佐市、秋島市の4市の境界付近で多摩川に合流する。上流から秋留野市の山田大橋までは渓谷を刻んでいて、キャンプ場などの施設が多い。下流の五日市の町あたりには、比較的広い河原があり、田園が広がる箇所もある。 山田大橋より下流は川沿いに道が整備されている。2019年に発生した台風19号の影響で、秋篠野市山田付近において堤防が決壊し、浸水被害が出たほか、川沿いの家屋が傾いたり、遊歩道が流出するなどの被害が出た。決壊した秋川の堤防2019年10月14日、撮影。ありがとうございます。